はい、今日は4月20日か。今午後4時20分ですね。ここ2、3日毎日見に来てるんですけど、だいたいこういう風な状況だから入居してるようですね。最初の探索鉢の時は、最初の分法ですね。の時は気に入られなかったようだったんで、ちょっと改良したんですよね。その改良は、一番上の巣箱の、落下防止棒を取りました。で、穴を塞ぎました。ある動画で、やっぱりあんまり落下防止棒がいっぱいあると障害物があるということで、嫌うということで、一番上はまだ巣も重くならないんで、まあ必要ないだろうということで、で、細密の時だけちょっと注意すればいいことなんで、はい。ね。で、一番上の落下防止棒を外すというのと、また次の筋量片を持ってきて、そこに刺してたんですよね。この前、探索鉢が来てたんで、また来るんじゃないかなということで。第二分法でですね。まあ、そういうことで、第二分法で入ってくれたような感じですね。はい。あとは、継ぎ箱をいつ頃するかと、屋根を作るということと、正式な綺麗な屋根ですね。と、台風対策をすると。それぐらいですね。それをちょっと気をつけてやると。あとは、これは定番が、を作ってないんで、定番の掃除なんかは必要ないわけですよね。っていうか、定番の掃除が必要ないように こういう作りにしたんです。はい。で、いろんな巣のゴミとかなんとかは、そのまま下に落ちるんで、下の微生物かや何かで分解してもらうと。そういうことですね。はい、そういうことで。今、入ってるかなというのは、あと2箇所ぐらいあるんで、今のところ3割ですね。今、巣箱を置いてるのは3箇、あ、3箇所じゃない、9箇所です。のうち3つ入ってるんじゃないかなという感じですので、3割。初めてにしてはいい方だと思います。はい、そういうことで、撮影終わります。はい、今日は4月21日、まあ午後2時15分ですね。はい、もう一つの、入居してるんじゃないかという巣箱ですね。の状況です。探索鉢というわけじゃないみたいですもんね。ここもこの前映したように場所を移動したんですよね。で、ここは横から撮ってますけど、スモンの方式がちょっと違うんですよね。で、正面の方には着地点を作ってやりました。着地しやすいように。はい。他は、両脇は
着地点はありません。はい、ここもこんな感じだからもう入居してると思ってますが、どうなんでしょうね。はい、もう金量編もだいぶしなびれて、ちょっともう効果はあるのかないのかわからないみたいですけど、ここも3日4日観察してますけど、ちょっとこの角度では見てなかったんですよね。もうちょっとそっち側から見てたんで、はっきりは分かりませんでしたけど、こっちの相撲しか見えなかったからですね。横側のこの感じならやっぱり入居してるみたいですよね。はい、そういうことで、はい、ここは2つ目ですね。おーい、あ、まず最初に入居したと思われるのは、あの火山灰と呼んでる一番最初に町箱を置いたとこですね。あそこも最初頃に探索鉢来たんですけど、入居しなかったんですよね。でそういう工夫をしたら入居してるみたいだから、やっぱりそういうちょっとしたことでやっぱり入ったり入らなかったりするようなんで、その辺の工夫もやっぱり大事じゃないかなと思います。はい、まあそういうことで、ついでだからもう一つも後で撮影できたら撮影して一緒に公開したいと思ってます。はい、終わります。はい、火山灰と呼んでるところの巣箱の状況ですね。そんなに活発じゃないですね。でももう探索じゃないですよね。もう3、4日なるから、3、4日も探索は続くのかな、わからない。ここからじゃあ足に花粉をつけてるかどうかまで見えないんですもんね。だいたい足に花粉をつけてるのが出入りすれば、もう定着してる、入居してるという話ですけど。まだまだちょっとはっきりわからないんで、あんまり近寄りません。嫌がって出て行ったらいけない。片子の方がもう少し活発みたいだったですよね。ここよりも、まあもう少し様子見ですね。でどっちにしろ入居してるなら入居してるで、どの程度になってるかで次はこうどうするかを考える必要があるんで、もうあと1週間ぐらい様子を見て、ファイバースコープカメラで確認してみましょうかね。はい、ということで、撮影終わります。